ベタヨヘッドはベタベタです。新品のようですね。これはポッポです。ベタヨは大量のフプライトも使いました。ベタヨ入力というのはこの安心に入力して操作するやつ。インタクトはこういうのか断線しております。6R8 ミリ変人というこういうのです。やっぱり断線してますね。別にインタクトはこういうのは大丈夫。そこだけ切れています。これです。会議の藤田座長ですね。オミクロン株は感覚としてはデルタ株と別の病気、インフルエンザに近い。デルタ株とは別の病気。ではオミクロン株、今分かっていること、感染力、オミクロン株はデルタ株に比べ最大で3倍強い。3倍。ウイルスの増殖、デルタ株に比べ気管支で早い、肺にたどり着くまで遅いということで、肺炎まではいかない、風邪のようなもので収まる。入院者、死亡者の割合低い、病原性はさほど高くないのでは。4番、ワクチンを接種している人は体に備わった免疫機能により重症化が避けられる可能性もある。一方、軽症でも、まあ、これ石塚さんおっしゃいましたということです。はい、これ森田先生、今後の見通しですけれども、ちょっと東京なんかも数字増え方が急ですけれども、今後どうなっていきそうと見てますか？いや、まだやはり3回目の接種というのがちょっと、まあ、予定よりも遅れているということもありますし、まあ、内服薬も医療機関に配られつつあるたり、はい、あるいは因果処方で処方できるようになりつつありますけれど、その病気で、オミクロン株、今分かっていること、感染力、オミクロン株はデルタ株に比べ最大で3倍強い。3倍。ウイルスの増殖、デルタ株に比べ気管支、肺にたどり着くまで遅いということで、肺炎まではいかない、風邪のようなもので収まる。入院者、死亡者の割合低い、病原性はさほど高くないのでは。4番、ワクチンを接種している人は体に備わった免疫機能により重症化が避けられる可能性もある。一方、軽症でも、まあ、これ石塚さんおっしゃいましたが、後遺症を抱えてしまう懸念もありますし、人から人へどんどん変異するかってあるということです。はい、これ森田先生、今後の見通しですけれども、ちょっと方で処方できるように、
人6000人だったんですけども、うん、
しなかった。なんでだろう。